レイモンド・アーサー・パーマーはアメリカ合衆国の作家、編集者である。1938年から1949年までアメージング・ストーリーズの編集長を務めたことで最もよく知られている。その後、1938年から1949年まで超常現象に関する雑誌、フェイトを出版、編集し、最終的には アマースト出版やパーマー出版などの自身の出版社を通じて多くの雑誌や書籍を出版した。オアスペなどのスピリチュアル関係の本の出版や復刻もいった。また、ケネス・アーノルドと共同で執筆したザカミング・オブ・ザ・ソーサースなど空飛ぶ円盤に関連した本も数冊出版した。SF やファンタジーの物語も多数著作しているが、 その多くは別名で発表された。ブルース・ラニア・ライトによると、パーマーは7歳の時にトラックに引かれて背中を骨折したという、背骨の手術に失敗したために成長が阻害され、猫背になってしまった。パーマーはサイエンスフィクションに逃避し、ど欲に SF を読んでいた。1930年5月、ウォルター・デニスと共に初の SF ファン人である。 コメットを編集した。1930年代を通じて、様々な SF 雑誌に、パーマーの物語が掲載された。1938年に、ジフ・デイビス社で、アメージングストーリーズを買収すると、編集長のティー・オコナース・ローンは辞任し、制作拠点がシカゴに移された。人気作家ラルフ・ミルン・ファーリーの推薦で、パーマーに編集長の座が与えられた。 1939年、パーマーは、アメージングストーリーズの姉妹誌、ファンタスティック・アドベンチャーズを創刊し、1953年まで続いた。1949年に、ジフ・デイビス社が、雑誌の制作拠点をシカゴからニューヨークに移転させると、中西部を離れたくなかったパーマーは辞職し、ジフ・デイビス社の編集者だったカーティス・フラーと共に、クラーク出版社を設立した。 パーマーが編集長に就任してから最初のアメージングストーリーズ。ロゴのデザインを一新し、下部にはエブリーストーリーサイエンティフィカリーアキュレートというありえない主張をした。パーマーの短編小説ミスターイエロージャケットが1951年のアザーワールズで表紙を飾った。パーマーの SF 雑誌に掲載された最後の作品メタルエンペラーは1五十五年の イマジネイティブ・テイルズの表紙を飾った。編集者として、パーマーは、冒険的で動きの速いスペースオペラタイプの物語を好む傾向があった。彼がアメージングの編集長だった期間に、アイザック・アシモフの雑誌デビュー作である、マンド・オフ・ベスタが掲載された。また、パーマーは、リチャード・エス・シェイバーの物語シリーズである、シェイバー・ミステリーを支持していたことでも知られている。 シェーバーの物語で語られていたことをパーマーが真実であると指示したことは SF 界で物議を醸した。パーマーがシェーバーの物語を本当に真実だと信じていたのか、それとも雑誌を売るために物語を利用していただけなのかは不明である。パーマーはシェーバーの物語のジャンルでの執筆を他の作家に依頼し、ログフィリップスなどが応じた。パーマーはジフ、 デイビス社で働いている間にも自身の SF 出版社を開始していた。ジフ、デイビス社を辞めて設立したクラーク出版社では、イマジネーションやアザーワールズなどを創刊した。以降の生涯で、アメージングほどの成功を収めた雑誌はなかったが、パーマーは亡くなるまでスペースワールド誌を発行していた。1948年、パーマーとフラーは、フェイトを共同で創刊した。 これは、占い、フォーティアン現象、死後の人格の生存の信念、予知無、幽霊、テレパシー、考古学、空飛ぶ円盤の目撃談、未確認動物学、代替医療などの超常現象を扱う雑誌で多くの読者を獲得した。1955年に、パーマーが持ち分をフラーに売却し、カーティスフラーと妻のメアリーが、フェイトの全権を握った。以降、 出版社を変えながら今日まで発行されている。フェイトの創刊号で、パーマーは、ケネス・アーノルドの、空飛ぶ円盤の報告を発表した。この発表により、空飛ぶ円盤があるいは、UFO という言葉が、世間に定着し、また、フェイト氏の全米での認知を推進した。パーマーは、フェイトを通じて、空飛ぶ円盤の概念を広めることに貢献した。これをきっかけに、彼は、 雑誌、フライング、ソーサーズを創刊した。パーマーの心霊主義への関心は、彼の出版物の選択に反映されていた。彼は、新しい聖書と称された、オアスペに関心を持ち、オアスペ出版が発行したオリジナルの1882年版を15年間、探し続けた。1891年に出版された、改訂版は、その後何年にもわたって再販されたが、 オリジナルの1882年版は1960年にパーマーがその複製を復刻するまでは入手できなかった。オアスペの読者の間ではパーマー版や緑のオアスペと呼ばれる。ありがとうございます。